森田秀はさ、背番号5は長友に渡したくないもよ。日本代表で5番は長らく長友佑都が背負っていたが、長友がカタールワールドカップ以降招集外となり、代わって森田が着用。しかし今回の活動で37歳のレジェンドが復帰を果たし、バッティングする形となった中、森田が引き続き5番で、長友は22番となった。次回以降もこの体制は継続するのか、スタッフから被る可能性があると話題を振られると、森田は絶対渡さないっすと一言だが、すぐに頬を緩め、そうそうそうと否定した。いや全然マジ渡しますよ、代々大先輩ですからね、ゆうとさん。ただ本心ではなかったのかもしれない。その後どこか申し訳なさそうに、まあでも5番がいいですかねと打ち明け、小声ですみませんと口にした。良いな森田、それだけ自分の番号として誇りも持ってるんだろうな。代表の5番を自分のものにするために今までどれだけ努力してきたかを考えたら、簡単に渡すことはできないってことだろうし、森田には5番を守ってほしいし、長友にはぜひ奪い返すような活躍を期待したい。今の長友なら間違いなく自分の背番号よりチーム優先にするでしょうね。実力も発言力も森田が5番だよ。逆に長友が今さら帰り先で番号にこだわってたら、そこじゃないだろうと思うわ。それくらいのチーム内のポジションにもなってきているし、良い意味でこの程度のこだわりがあった方が良い。長友も定着しない11番みたいにたらい回しにされるより、しっかり結果出してる選手が受け継いで愛着持ってくれて嬉しいでしょう。絶対渡さないで正解、もう乗り越えないと。もし長友が乗ってたら森田をどういじるか考えそう。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。